はいどうもみなさん、こんにちは。スターディのコーノゲントです。今回はですね、頭皮数列の和の公式、こいつですね。こいつを一生忘れない覚え方やっていきます。まあこの公式、なかなか覚えられないですね。まあかなり複雑なんですね。ただですね、この公式のポイントさえ押さえちゃえば、もう一生忘れないんですよ。まあ一般にね、数列の公式って言ったら、ぶっちゃけ覚えなくてもよくて、理解さえすればいいんですけど、このね、頭皮数列の和の公式に関しては、 必ず覚えましょう。ということで今回この公式をどのように覚えたらいいのかについて話していきます。そしてここで話す内容っていうのは徹底基礎講座の方でも解説しているので、ぜひね、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。それでははじめに、頭皮数列について掛け足でおさらいしていきます。頭皮数列っていうのは、こんな感じで初項があって、どん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 項が進むごとに、R 倍、同じ数だけ掛けられてますよ、と。まあそういうものですね。 例としては、2、6、18,54,162, 点点点と、どんどん3倍されてるね。これが、等比数列。で、等比数列の一般項っていうのは、初項に、公比を何回かけるかって言ったら、n、n-1 回だから、ar の n-1 乗と。じゃあ、今回は、この第1項から第 n 項まで足すことを考えていきます。じゃあね、今回、例を考えていくと、初項が2で、公比が3で、項数が n の等比数列の和、 これをまず S っていう風に置いてあげるんでね。で、何をするかというと、公費をかけると。この公費をかけるっていうのは、いろんなところで出てくるので、必ず押さえておきましょう。そうしたら、3S イコール、この2の部分が6、ね、6が18と、どんどん次の項に行くんでね。だってそれが公費だから。で、足すける3の N 乗と、こんな感じでずれてくれますよ、と。まあ、その結果として、ここに同じものができる。よって差を取ってあげれば、マイナス 2S が、 2-2×3 の N 乗とここが消えてくれるわけですね。まあ、あとはマイナス2で割ってあげて S が3の N 乗マイナス1という風になる。これと全く同じことをここについてもやってあげましょう。この等比数列の和を求めるためにイコール S と置いて公比をかける。そうすると RS が AR 足すと、まあ、右に1個ずれるんだね。この結果として差を取ることによって1マイナス RS が A 引く AR の N 乗と、まあ、A でくくってあげたら A カッ 1-R の N 乗という風になって、あとは 1-R で割れば OK。ただね、まあ、これ R が1じゃない時しか割れないよね。まあ、R が1の時は全部 A の項になるから S は NA、AN になって、R が1じゃない時は S が 1-R 分の A カッ 1-R の N 乗と、こういう風になるよね。まあ、こんな感じで導きますよってことをしっかりとね、押さえておいてください。じゃあこの公式、どうやったら覚えられるのか。まずね、 ポイントとして、2たす6たす18たす点点点。まあ、このね、えー、具体例に戻ると、これって2でくくれるよね。こんな感じで2でくくった方が見やすいわけですよ。この2って何かっていうと、初項で。初項でくくってあげましょうと。まあ、この a たす ar たす点点点のところも、実はね、ここ初項でくくった方が見やすいですね。a でくくってあげると、1たす r たす点点点たす r の n-1 乗と。こんな感じで初項でくくって、 くくった残りの部分を足し算し算てあげればいいよねとで、ここの部分について言うと、r と n しか文字が出てこないわけですよ。ということで、これが s にね、生きてきれるわけね。s っていうのは a に 1-r、1-r の n 乗と、まあ、これがくくってますよと、こういうふうに見えますよね。で、残りの部分。ね、残りの部分に関しては r、n のみと、こういうふうになる。じゃあ、ここの部分を後は覚えてあげればいいんだけど、 これね、もうパターンとして1、R、1マイナス R、1マイナス R と、一旦同じものを書いちゃいましょう。まあ、あるいはね、R マイナス1、R マイナス1でもいいんですけど、これっていうのは、この公式の導き方は押さえていれば、別に難しいことないですよね。R 倍、公費かけて差を取る。だから1、1引く R。ね、1引く R 分の1引く R と。これをとりあえず書く。で、最後に、分子の方に、公数 N をちょこんと乗っけてあげれば、終わりと。 まあこれね、具体例を見てやると、もう一瞬で終わりますね。例えば2、2たす2たかける3たす、2かける3の2乗たす、点点点、たす2かける3の7乗。まあこういうね、等比数列の和があったとします。まず必要な情報っていうのは、この3点なんですよ。諸項、公比、公数。この3つが分かれば、もう最強ね。この3つを必ず意識するようにしましょう。諸項はって言われたら、当然2だね。 二で、公費はって言われたら3。公数はって言われたらあ3の7乗だから7ってやっちゃダメね、えー。3を7回かけてるってことは公数は8。よって、この和は、もうね、ここ見なくていいんですよ。もう見なくていい。ここだけ見て、公式ね、使えばいいわけね。まず、初項でくくるんだよね。初項でくくります。次、公費。1マイナス R 分の1マイナス R。1マイナス公費分の1マイナス公費を作るんだね。 あ今回、公費が1より大きいので、公費引く1分の公費引く1。これを置いてあげる。次。あとはね、公数使ってなかったな。はい、公数右上にちょこんと乗っける。終わりと。ま、これで3の8乗引く1。ね、これ約分できるから6560と求められる。ま、同じように、具体例もう一つやっておきます。2分の1の3乗足す、2分の1の4乗足す、点点点足す、2分の1の9乗と。 これも等比数列の和だな、っていう風に分かれば、これも3点セット。諸項、公比、公数。これだけ意識すれば大丈夫。諸項はって言われたら、まあ2分の1の3乗から始まってるね。で、公比はって言われたら、どんどん2分の1倍されてるね。で、公数はって言われたら、9-3ではなくて、9-3足す1ね。3から9までの数の、個数っていうのは、9-3足す1で求められる。だから7。よって、もうあとはここ見なくていいね。 これ見なくていい。まあ、消す必要もないけど、見る必要もないって感じね。もう、あとは、ここだけ見てあげて、まず、初項でくくるんだよね。2分の1の3乗初項でくくります。かける。今度は、公費見てあげて、1マイナス R 分の1マイナス R と。これを作ってあげる。で、あと、公数、あ、使ってなかったなあ、ということで、分子の、この公費の部分にちょこんと乗っけてあげれば終わり。あとは、こいつを計算してあげて、 512分の127という風になる。こんな感じで、等比数列の和の方式。初項、公比、公数の3点に着目するんだ。これだけ押さえとけば、まずね、初項でくくります。1マイナス R 分の1マイナス R 書きます。で、公数、あ、使わないとな。右上にちょこんって乗っけます。もう、これでね、完成なわけですね。 この覚え方を使って実際に何問か自分で手を動かして解いてもらえればもう必ずですね、頭皮数列の和の公式もう覚えるので、えー、必ずね、自分の手を動かしてやってみてもらえたらいいかなと思います。ということで今回頭皮数列の和の公式について解説してきたんですけど、今後もね、こういったためになる動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画出してほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。